足利花火大会は、栃木県足利市の渡瀬川河川敷で開催される花火大会である。通常は毎年8月第1土曜日に開催される大会を指すが、春、秋に開催される小規模な大会についても、本校で扱う。毎年8月第1土曜日に開催される北関東で最も伝統のある花火大会、1903連想史、かつては、 関東随一を自称したこともある比較的著名な花火大会である。市内中央を流れる渡瀬川の河川敷が打ち上げ、会場になっていて、両岸が市外各域の河川敷から15玉が打ち上げられることと、2段掛け600メートルのナイアガラが特徴。2万発もの多彩な花火の数々に、毎年市内外を問わず40から50万人以上の人手で賑わう。 ナイアガラと短時間で数百発打ち上げるスターマイン他の花火大会は自治体の主催であることが多いが地元の足利商工会議所が主催者であることもこの大会の特徴である。現在は渡らせサマーフェスタという商工会議所の祭りの一環として行われている。市民からは足利の花火として親しまれている。また2020年は 東京オリンピック開催のため、通常の開催日より3週間繰り下げての開催となる予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大などの観点から中止が発表された。1965年以来55年ぶり。近年、足利祭りの一環として4月29日午後7時から、渡瀬川中橋上流河川敷にて30分の花火大会が行われている。 夏の花火大会に比べて、開催規模は小さいが、気候の良い季節に打ち上げられる花火は大変心地よく、観光客にも好評である。足利工業大学が主体となった、実行委員会が主催している。足利工業大学が主体となり、毎年秋に渡らせ川河川敷にて開催している。ありがとうございます。